水澤美香です今日は令和2年11月8日です。 世界の未来と運命がかかった米大統領選挙、大変な混乱が続いています。正直、現時点でトランプ大統領とバイデン氏、どちらが勝つかということを、正確に予想することは不可能です。しかし、私、水沢美香は、強い期待と希望を持ってトランプ大統領が無事再選されることを心から願っています。そして祈っています。全体的にバイデン氏が優勢との報道が多く見られますが、 民主党の不正選挙の疑惑もあって、まだまだ最終的にはどうなるかわかりません。トランプ大統領には、アメリカ、日本、台湾、香港、チベット、南モンゴル、そしてウイグル、そうした中共の脅威に直面している世界中の人々のためにも、絶対に勝っていただきたいです。私のチャンネルをご覧の皆さんは、ほぼ全員、トランプ大統領の再選を願っている方たちばかりだと思います。一昨日 コミュニティに投稿した時も多くの方がいいねを押してくださってコメントも書いてくださいました。ありがとうございます。私も励まされましたし皆さんと心はいつも一つです。必ずや正義は悪を打ち倒すと。中共の悪に対して何も抗議をしないような人たちは偽善者だと。その偽善者たちは必ず裁かれると信じています。それにしても多くのマスコミが明らかにバイデン利益で トランプ氏を見下しているような報道姿勢をとっていることに対しては、心底憤りを覚えます。バイデンファミリーと C 国との間の一線を超えた蜜月関係については、メディアは積極的に報道もしませんし、本当に信じられないほど不公平だと思います。ネットでアメリカ大統領選挙不正みたいな感じで検索しても、大手メディアでは扱われてなかったり、 もしくはトランプ大統領の熱狂的な支持者たちが全く根拠もなく不正選挙だというデマを広げていますとか、そしてトランプ大統領もそれに乗っかって子供みたいにごねていますとか、そういうトランプ大統領を貶めるような報道ばかり流しているんですよ。それについてはアメリカの大手メディアもひどいですが、和をかけて日本の大手メディアの方が本当に不誠実な報道も少なくありません。 実際に不正選挙を目撃したと証言している人たちがたくさん出ているわけですから、本来ならばそれは司法が判断することじゃないですか。それなのに真実を究明しなければならないメディアが本当に不正選挙があったのかどうかという、そういう疑惑については追及しようとせずに。なぜ上から目線で判断するんですかメディアの言うことを鵜呑みにしない聡明な人たちのことを、日本ではネトウヨというふうにメディアまでもが呼んでいますが、 ネトウヨというのは失礼な話で、本当は真実を知りたい、真理の探求者なんですよ。メディアは自分たちの不正や変更報道を隠すために、レッテルを貼って黙らせようとしているだけです。ですが、これだけ大きな勢力を敵にしても、今回のアメリカ大統領選挙で、トランプ大統領に投票したアメリカ国民が半数はいたんです。私はこれは大変価値あることだと思います。アメリカの世論調査機関も、 左派のジャーナリストなども、なぜこんなに多くの人がトランプ大統領を支持しているのかと、驚き青ざめ、困惑しているような様子が、様々な記事で流れてきます。今、トランプ陣営としては、大統領選挙の郵便投票の開票などをめぐって、訴訟を4つ起こしていると言います。まず一つは、ペンシルベニア州です。選挙立ち会人が開票担当者から、約8メートル離れるよう当局に命じられたとして、 集計中止を要求しているとのことです。二つ目はミシガン州です。選挙立ち会人が開票作業の監視を拒否されたという理由で集計中止を求めています。三つ目はジョージア州です。到着期限後に届いた票が有効とされたので遅れて届いた郵便投票の分離を要求したということです。四つ目は ウィスコンシン州です。いくつかの軍で不正行為の報告があったので、再集計を要求したということです。ウィスコンシン州に関しては、得票差が1ポイント以下であれば、再集計を求めることができるという州法があるので、再集計されることと思います。この他にも、ネバタ州では、共和党の弁護士が少なくとも3062件の不正投票に関して、司法長官に刑事紹介を送ったということも報告されています。 それで今後の流れとして私が注目していることを挙げてみます。連邦法によると各州は12月8日までに選挙人を確定させて選挙人を指名することになっていて12月14日にその選挙人が大統領候補に投票するというのが通常の流れなんですがただ今回は訴訟などで選挙結果を確定できない州は 選挙人の指名が難しくなります。トランプ大統領とバイデン氏、どちらも選挙人の過半数270人を超えることができなかった場合は、あまり取り立たされてはないんですが、衆議会が選挙人を選べるという解釈もあるんだそうです。ですから、トランプ陣営が不正を訴えた州、衆議会で共和党の意見が反映された選挙人が選ばれることもあるかもしれません。ただ、そうならなかった場合は、 皆さんもおそらくご存知のように、会員で大統領が選出される可能性もあります。会員は今回435人全員が改選されて、民主党の方が多いんですけれども、全米50州のそれぞれの州で各州の議員たちが相談して1票を出してきて、合計50票の中の26票を取った人が勝ちになるそうです。 それぞれの州が民主党が有利な州なのか共和党が有利な州なのかということが重要になってきます。今回の大統領選挙の前は共和党有利の州が26州、そして民主党有利な州が23州ありました。共和党も民主党も同点、同等だというのがペンシルベニア州だけだったんですが26対23ということで共和党が有位で、今回の米議会選挙でもその共和党有位が 温存されましたので、共和党の中で増反する人がいなければ、トランプ大統領が勝つ可能性が高くなります。ただ、心配なのは、ペンシルベニア州で、下院選挙区に立候補した共和党の候補が、同州のモンゴメリー郡の選挙管理当局に対して、郵便投票の中継を法の規定よりも早くに、具体的には午前7時よりも前に開始していたとして、訴訟を起こしているんです。 つまりどういうことかというと、この3日に行われた米議会選挙、会員選挙、上院選挙についても、不正が行われていた可能性があるということなんです。さらに、このペンシルベニア州では、11月6日にアメリカ郵政公社 USPS がペンシルベニア州の集配センターで、約1700通の郵便投票用紙が発見されたということも発表しています。どうして、 こんな先進国のアメリカで、ここまでひどい混乱が起きているのかと、唖然としてしまいます。こうした厳しい状況ではありますが、私は最後までトランプ大統領の勝利というのを諦めずに願い、祈り続けます。ただ、そうは言っても、万が一、バイデン氏が勝利し、大統領になってしまったらということも、少しは考えておかなければならないと思います。言うまでもありませんが、バイデン氏が大統領になったら、 日本は C 国の侵略に蹂躙される可能性が非常に高くなります。バイデン氏は日本を裏切って C 国は愚か、警国にも重もねてくっついていく可能性が高いんです。その理由は、バイデン氏がオバマ政権で現役の副大統領だった時に、安倍前総理から靖国参拝についてはっきりと行かないという現実を取らなかったにもかかわらず、 警国のパククネンス大統領に安倍前総理は靖国参拝はしないと勝手に伝えていたんです。安倍前総理が靖国参拝した際、自分が勝手に嘘を警国に伝えていたにもかかわらず、自分の保身のために逆ギレして激怒し、米国政府から失望したという声明が日本に届いたということがありました。どうしてバイデン氏はひそひそと警国にごまするような発言をしていたのかと、 疑問に感じてしまいます。ですから、バイデン氏が C 国や K 国とくっついて、反日プロパガンダに加担し、日本バッシングに走る可能性は十分にあります。日本国内でも立憲民主党とか、二階幹事長や二階派の会長代行の河村竹雄議員や、新中派の公明党の議員の人たちなどが勢いづくことも十分に考えられますので、こうした勢力に負けないように、しっかりと退治していかなければなりません。 私たちも今まで以上にガンガンと日本政府、菅政権、そして国会議員の皆さん、バイデン氏やアメリカの民主党に対しても批判の声を上げていくことが大事だと思います。菅総理、地位国は日本にとって明らかに敵対行為を繰り返す敵国ですから、日本の国益のために日本国民の利益になるような方針を本気で考えて実行してください。そして当然日本政府も、菅政権も今まで以上に地位国や警国が 反日工作を仕掛けてくる可能性が十分にありますので、先手先手を打って自由と民主主義を標榜する世界各国の仲間たちと連携して、四国、そして警国にも毅然とした態度で向き合っていただきたいと思います。やはり、トランプ大統領には世界の命運がかかっていますので、絶対に頑張っていただきたいです。ただ、私たち日本人もアメリカばかりに頼るのではなく、 自国のことは自国で守るのだという勇気と気概を持ち、四国にやられっぱなしにならないように、一人でも多くの日本国民に真実の情報を届けて、世論喚起をしていく必要があると思います。私も引き続き情報発信など頑張っていきますので、皆様もできることを頑張っていただけたら嬉しいです。お願いいたします。はい。今日の動画はここまでです。皆様ご視聴ありがとうございます。 励みになりますので、チャンネル登録や高評価ボタンなどお願いいたします。失礼いたします。